皆様こんにちは、ピコラです。ピコラ、いやもう今日も疲れました。今日のバイトは暖房の効いたデパートで熱い着ぐるみを食いに来て、子供たちに駄菓子をはいって配るアルバイトだったんですけれども、その子供たちがまちゃやんちゃで、食いにお腹をすごい蹴ってくる子もいれば、ペコラと身長比べをして俺の方が高いって言ったりとか、もう人間っていうのは子供の時から、ああ本当に疲れました。でもいいこともあったんです。なんとバイトが終わった後、余った駄菓子セットをいただいてしまいました。もう朝からお仕事でお腹もペコペコラなので、今日はこのいただいた駄菓子を使って、ペコラの戦友パンの耳で挟んだ駄菓子バーガーを作りたいと思います。ペコチューブ、駄菓子がいっぱいありますね。ということで早速駄菓子バーガーを作っていきたいと思います。名古屋味噌カツ、これ絶対合いますよ。これ開けて、うわーこれだけでも食べたいけど、パンに挟む、できました。こちら、なんていう名前に、シャチホコほっこり味噌カツバーガーです。いただきます。ちゃんと味噌です。ちゃんとカツだし、ちゃんとバーガー。これは愛知県の名古屋市に行かなくても、コンビニの駄菓子ゾーンに行けば味噌カツバーガーが食べれます。おいしい。まだペコラ、これでは終わりません。じゃあ2つ目のバーガーに行きたいと思います。あんずのトップメーカー蜂蜜入り、わ絶対これ甘い甘いバーガーができそう。これかけてみよう。あんずフルーツサンドみたいですよこれ。見た目はちょっと茶色いけど、できました。あんずだから、あんず蜜入りバーガーです。イエーイ、いただきます。マーマレードジャムの味だけど、なんか干し梅みたいな食感、なんて言えば、でも美味しい、美味しいんです。市も認める味でしょう。大満足、美味しい。次はちょっといろいろ組み合わせていきたいと思います。なんかパッと見た感じ、酸っぱそうなものがいっぱいあるんですよ。このすだこさん太郎とか、すこんぶとか、から酸っぱいバーガーを作りましょう。酸っぱいといった梅ジャムを入れます。これで甘みで、甘酸っぱさでバランスをとっていきましょう。あ、これも駄菓子なんですね。大根、あ、おいしそう。急にピンクが入る、ピンクを入れちゃおう。あと、酸っぱいもの、ヨーグルトかな。見た目がショートケーキですよ。うわ、これはすごい。あ、これは今流行ってるインスタ映えですね。若い子に。あ、今日、子供たちに教えてあげればよかったですね。これはこうすると、いいよって、よってきました。パニーバーガー、はい、ではこの見た目がショートケーキのスッパイーバーガーを食べたいと思います。いただきます。新しい世界が開けた感じ。あー、昆布が強い。
罰ゲームにいいかもしれないですね、これ。なんだろう。眠い時とか、朝、寝起きが悪いからとか、これを朝ごはんにしたら、うおーって、刺激が、頑張るぞーって、なると思います。うん、でもこれはすごい。今、VR やることになって、ペコラいろいろと勉強をしたんですけれども、最近インスタ映えというのがすごい流行っているみたいなので、今のショートケーキみたいなのすっごいインスタ映えだったので、もっとインスタ映えするバーガーをペコラ作りたくなってきました。まあ、ぐるぐるぐるゼリーダブル、これ入れましょう。でも待って、パンに染みる可能性があるから何かを挟もう。ミルクケーキ、インスタ映えはやっぱりミルクケーキから。じゃあまずぐるぐるゼリーの青を塗っていきたいと思います。おー、綺麗。ブルーハワイ、海。あー、これ夏思い出してしまうかもしれないですね、子供たちが。そしてミルクを挟む。あ、そうだ、さっきの梅ジャムもすごい綺麗だったんだ。梅ジャムも挟もう。あ、これ流行ったらもしかしてペコラ、億万長者にインスタグラマーペコラになるかもしれない。そしてねるねるねるねよ、ねるねるねるね、これはインスタ映えでしょう。ねるねるねるねはインスタ映え、これは決まっています。これもしかして練らなくても、お、ラムネ、こんなになってるんだ。うわ、かわいい。え、すっごいかわいいでしょ。これを振りまきましょう。きました、ねるねるねるねを練らずにかけたサンドです。イエーイ、いただきます。音がすごい。バーガーって言ったらダメですけど、これ夏に食べたい。なんだろう、このラムネの爽やかさとか、このゼリーの爽やかさとか、このバリバリ感も癖になります。大成功、やったー。ペコラどんどん舌が肥えてるかもしれない。ペコチューブ、おいしかった。あー、駄菓子、侮れませんね。お腹がポコポコラになりました。あー、おいしかった。よかった、よかった。もう、皆さんもしかして見た目だけなので、って思ってるかもしれないんですけれども、本当にどれもおいしかったんです。でも中でも一番皆さんにおすすめしたいなと思ったバーガーは、発表します、スッパピーバーガーでーす。ですね、あの見た目のショートケーキみたいな綺麗さと、本当に衝撃的な味すぎて一瞬止まるんですけど、なんかまた食べたい。あ、なんかまた食べたいって多分、3日後に思う味でした。あ、ちょっとスコンブは入れすぎない方がいいかな。ちょっと半分に切ったりとかして入れたらすごくいいと思います。ぜひ挑戦してみてください。さて、このペコチューブではですね、ペコラにやってみてほしいこととか、メッセージも大募集しております。ペコラに作ってみてほしい駄菓子バーガーもどんどん募集していますので、ぜひ、よろしくお願いします。そんなのもですね、下のコメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。それと、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもお願いいたします。それでは、またお会いしましょう。バイバーイ。ペコラ。